ボに乗った猫とヤモリか。面白そうだな。そうかな。月光の動きを見て。え、待て、そんなこともできるのか。僕のだぞ。うまくいったよ。どこに行くんだ。よし、私の番ね。すぐに返せ。いいわよ。返してあげる。今だ、キャットボーイ。おい、やめろ、離せ。あっち行け、パジャマ抜け。いいよ、アウレット。やったね、パジャマスク。ほんとすごかったよ。月光は猫のヒゲみたいに立派だ。そんなのないよ。世界を歩いて征服するなんて嫌だ。じゃあピョンピョングローブを使えば。でも気をつけてね。素早いヤモリじゃないと乗りこなせないから。勝手に言ってろ、パジャマスク。もともと僕のものなんだ。こんなの簡単に乗れるに決まって。よし、朝になる前にこの穴を塞ごう。手伝うよ。何したらいい？ありがとう。でも僕のせいでこうなったんだ。僕一人で直すよ。そう、スーパーキャットスピードで。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。今度はグレッグの番だよ。あ、そうだね、ありがとう。しまった助けて。うわ、川に落ちちゃう。待っててね。ありがとう。いいの。さっきは嫌なことしてごめんね。僕もだよ、ごめん。競争に夢中になりすぎて。悪いのはあなたたちじゃなくて私。何でも競争にしちゃってごめんなさい。自分が勝ちたくてやってたの。邪魔だ、どけ、まぬけなおもちゃども。ルナガール、まだやる気ね。もう競争はやめて、みんなで力を合わせよう。ルナガールに勝つの、いくぞ。何をしてたんだっけ。ああ、そうだ、また盗みの競争を始めるよ。こっちだよ、ルナガール。何、やったー。返してよね。ホイッスルはもらった。試合終了よ、ルナガール。お邪魔スクはいつも私の邪魔をするんだ。ねえ、取り合いはやめて。みんな勝ちってことでいいでしょ。ルナモード、さあ急いでここから逃げるよ。次は負けないからね、パジャマスク。ルナガールも競争はもういいって思ったのかも。私と同じね。それじゃおもちゃを全部お店に返そう。たくさん運んだ人の勝ち。え、冗談だってば。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。ここだってば。ほら、ここよ。
ちょっと結構いい声じゃない。私も自分の声だ。僕の声も戻った。やったー。僕の声の箱をすぐに返せ。あ、声の箱が。大変だ、声を取られる。これでもう人の声は盗めないね。ロミオ、パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。みんなの前で喋るなんて絶対無理だと思ってた。きっとみんなに笑われるって。でもやってみたら簡単だった。頑張ったね、グレッグ。大変、声が。おお、冗談だよ。最高に楽しい忍者のテレビが始まるぞ。すごい技を見せてあげよう。もう終わりだ、ナイト忍者。すぐに剣を返せ。冗談はやめてくれ。僕がこの剣を持っている限り、パジャマスクに勝ち目はないんだ。待て、剣を抜いちゃダメだ、ナイト忍者。マスターファンだけが使える剣だぞ。いや、落ち着け、キャットボーイ。ねえ、忍者リーノ、君たちはあの剣を使わせてもらえないの？そのすごい剣は忍者リーノにはもったいないでしょ、ナイト忍者。え、違う、そうじゃないよ。僕の方が、上手だから使わせないだけだ。待て、やめろ、やめろ。やめるんだ、どけ。返せ、僕の剣だぞ。忍者リーノを取るな。僕が主役だからな。やったー。ごちゃごちゃ言うんじゃない。役立たずの忍者リーノめ、頭にきたぞ。みんなよくやったね。パジャマスク任務成功。ハッカしないで街を救った。マスターファンの番組またやってるかな。待たせたな、良い子のみんな。剣を取り返してくれた者に礼を言おう。やった、僕たちのことだよ。はいや。おお、まだ修行が足りないみたいだね。でも怒らないで。そう、自分で転んだんだからしょうがないでしょね。わかってる、うまくできるまで練習するよ。はいや。さあ、ろうそくを吹き消すぞ。あ、なんだこの音は。いいかい、最初に乗った人の勝ち。やった、うん、パジャマンとヒヒは何をやってる。待て、あれもパーティーのゲームなのか。ねえ、もう一回やろうよ。一番先に乗ったぞ。僕の勝ちだ。何？しまった。ありがとう、キャットボーイ。黙れ、忍者リノ。笑い事じゃないぞ。行け。覚えておけよ、パジャマスク。オートクリーン。自動で綺麗になるからケーキが爆発しても平気だったんだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ものすごく楽しいパーティーだね、グレッグ。ありがとう。え、マスターファンの風船。グレッグはトカゲの方が好きなんだろ。そうだよ、これはコナーにプレゼント。わあ、ありがとう、グレッグ。僕の誕生日まで取っとくよ。マスターファンのパーティーをするんだ。言ったっけ、マスターファンの飾りに、マスターファンのケーキ、マスターファンのゲーム、あとマスターファンの音楽、あと。ダメ。
ナマグネットをうまく隠してきた。そう簡単には見つからないよ。さあ、イビキサウルスをベッドまで連れて行こう。パジャマスク、任務成功。あ、ごめんね、もう遊んだりしないよ。悪を倒し、街を救った。ねえキャメロン、何してるの？ああ、別に、これ結構難しいんだね。まあね、やり方教えてあげる。見て見て、歩いてるよ。どう？クッキーの匂いを嗅いでるよ。やめてくれ、なんとかしろロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット、第4弾に行こう。スーパー結構パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの？気をつけなさい。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよ、ロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろロミオ、もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに離せ。じゃあそうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう？なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜け立ち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。どう？一つずつ作っていったら太陽系の模型が出来上がったよ。みんな見て。うわ、光がすごく綺麗。宇宙の神秘だね。その間に逃げさせてもらうぞ。こっちだ。違う、こっち。ああ、どうして言う通りに動かないんだよ。ラボをちゃんと運転できないんだ。うわ、でも僕たちも人のこと言えないか。ああそうだ、失敗しないように頑張ったら余計に失敗したよね。キャットカーをぶつけたり。そうだね。だからヨロヨロするのを利用して攻撃する。ヘニャヘニャ指に、フラフラ足に、グラグラ歩き。そうか、ヨロヨロパワーだね。かっこいい。うお、ロミオのラボはフラフラ走ってるから、うまくタイミングを合わせなきゃね。ほら来るよ。いい？よし、今だ。スーパー結構ヘニャヘニャ指。グラグラ歩き、キャット回転。フラフラ足パワー。 うわスーパーヘニャヘニャ指。やっほっほー、やったー。待って、本当に元に戻ったの？あれ、まっすぐ歩けるようになったぞ。ああ、いつもパジャマスクのせいで台無しだ。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。リカの展覧会楽しみだね。怪しい科学者の実験とかなさそうだし。アマヤ、コナー、先生がね、火山をあっちに動かしてって。僕に任せて、もうヨロヨロフラフラしてないから一人で運べるよ。うん、うん。お、やっぱり一人じゃ厳しいかもね。忍者リーノが喜んでるよ。一緒に更新してる。本当だ、ちゃんと指揮できる。1、2、3、4、
左見て、右見て、回って、下がる、八の字になって、さあ宙返り、やっ。忍者リーノ、準備はいいか。なんだよ忍者リーノ。忍者リーノはお前じゃなくて僕の手下だぞ。一番の指揮者についてきてるだけだよ。うん、ベタベタ手裏剣でパレードの邪魔をしてやる。僕が指揮できないなら誰にもやらせない。みんな位置について並んで。あ、太鼓がなくてもパレードの指揮はできるけど、壊されるのはやっぱり嫌だからね。パジャマスクのせいで全部台無しだ。ごめんねナイト忍者、でも君じゃなくて僕たちのパレードだ。みんな明るくて楽しいのが好きなんだよ。だからあなたのことを止めたの。今回はお前たちの勝ちだ。でも次はそう簡単にはいかないからな。うわーすごい、最高のパレードって感じ。そうかもね月光、でも明日のパレードの方がすごいよ。でしょキャットボーイ。うん、明日までに車の色を塗り直して旗もちゃんと飾らなきゃね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。すごく綺麗。1,2,3,4、星のジャンプスピン、星のジャンプ跳ねて。いいぞ。さあ1,2,3、旗を屋根に立てればこの学校とパジャマスクの基地は永遠に僕のものになる。は、今さら遅い。パジャマスク行くぞ忍者リノ。これで僕の勝ちだ。ナイト忍者って素早いんだねキャットボーイ。僕たちの力じゃどう頑張っても勝てないよ。お友達のトカゲくんがいないのが本当に残念だな。強い忍者に頭を下げろ。そうだろう忍者リノ。どうなってる、旗はどこだ。あ、僕が来て驚いたナイト忍者。そんなありえない、捕まえたのに。友達に助けてもらったんだ。それからカムフラージュで屋根に降りてこっそり旗を2本とも取った。トカゲの尻尾にお任せを。じゃあ僕はこれで旗を基地に持って帰って立てるよ。これで勝ちは決まりだ。パジャマスクが勝った。お前たちのせいだぞ忍者リノ。ナイト忍者の夜の忍者学校には入れてやらない。ダメな生徒め。やったね月光、パジャマスクチームの勝利。悪を倒し学校を救った。どこにもいないみたい。声は聞こえる？うん、アウルアイとキャットイヤーが使えないとすごく難しいね。スーパー月光センスがなくても僕の勝ちだってはっきり感じる。旗を立てたよ、グレッグの勝ちだ。思った通り旗取りゲームが上手だね。うん、さすがグレッグ2連勝。うわー、ありがとう。でも君たちの方がすごいよ。世界で一番の友達だ。重すぎるのか。お前たち飛び降りろ、急げ。何を怖がっている、忍者なんだ、飛び降りても平気だろ。さあ行け。大変、飛び降りろって言ってる。助けてあげなきゃ。やった、ほらもう大丈夫。忍者リーノ、この僕が悪かった。ちょっと意地悪だったかもしれない。もういいだろ、さあおいで。僕も大好きだよ忍者リーノ。ああ、ナイト忍者も案外優しいね。
あ、もう終わりだ、行くぞ。金の戦車を博物館に返そう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ちゃんと遠足ができてよかったね。ほんと、先生にまたリーダーになってって言われたの。来て、あたしのアマヤティーニー。アマヤティーニー、冗談だってば。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよ月光、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。は？取れるもんなら取ってみて。返せ、あたしのだよ。返してあげる。まあ、しょうがない。次は負けないからね、お邪魔スク。あ、結構最後にちょっとだけキャメロンの車に乗らせて。すぐだから、いい？ありがとう。ふっほんと楽しい。あ、スーパーパワーで僕のせいだ。明日までにちゃんと直せばいいよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。僕の車。ごめんね、僕のせいで大事な車をなくして。でも見つけたよ。ありがとうグレッグ、僕も昨日怒ってごめんね。ん？クラクションどうしたの？ちょっと違ってる。ほんとごめん、僕がうっかり壊しちゃって。それで新しいのをつけたんだ。いい音、最高だよグレッグ。行くよ、キャットボーイ。了解。は？スーパーアウルウィングウィンド。月の花は夜に咲くから嫌いかも。やった、大成功だね。やめろ。憎らしいお邪魔スクね、覚えてなさいよ。わあ、やったね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか、光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。やった、一等賞。また君？でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ！わっ！
してやるぞ。町を全部だ。そんなパーティーだよ、みんな。うわー、ドカンと行くぞ。スーパー結構パワー。何？やった、できたじゃないか。結構いつそこへ行った？ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、結構踊ろうよ。結構ダダダダダ。うん、月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろ、パジャマスク。次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえグレッグ、どうしたの？ボール持ってきたんだね。あの技見せて。うん、いいよ。でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ。イエーイ。ぐるぐるタスマキを救おう。なに？あ！よせ！スーパー結構パワー！あ！パーティーをぶち壊すお邪魔スクどもめ！いつも私の邪魔ばかりして！へえ、すごくリズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ、踊ってみせて。足をどんどんやって、最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった、面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイ上手に回れるようになったね。道具を学校に持って帰ろう。ルナガールすごく楽しんでるから別に怒らないよね。パジャマスク任務成功。悪を倒しパーティーを救った。ありがとう。うわうわ、やるじゃないかコナー。ちょっと滑っただけだよ。そうだ、今の動きツルツルスピンって呼ぼう。回って転んでまたすぐ回るんだ。君たちも一緒にやってみない？わあ、やろうやろう。いい？強い力だったね。うん、あんな力が出るなんて急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ。僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を岸に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろう。本当の強さは友達を助ける時に生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい、メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ、忍者リーノ。メダルは間違いなく結構のものだよ。ありがとう。でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。かっこいい。
が岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。したよ。車を全部奪うのは無理でも、お前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード、君の負けだよ、ルナガール。空き缶で私を倒す気か。お前のおつむも小さくなったようだね。あはは。あ、やったね、月光。だけど、どうやったら大きな鳩を元に戻せるかな。小さいザーはもう二度と使わないよ。基地の中にしまっておく。散らかしたものもちゃんと片付けるね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、マジを救った。大変だったよ。でも綺麗になったから安心してパレードに行ける。あ、伏せて。あ、よかった、カメラが出てきた。大事な塔がドシッと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをグッと前に押して。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。回って、大きく右。早く捕まえろ、忍者リーノ。飛行機を助けなきゃ。了解、アウレット機長。次はやっつけてやるからな、おじゃマスク。見てろよ、すぐに僕を下ろせ、忍者リーノ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。今の、ほんと、最高。まあまあだったよ。私だったら、そうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほら、こうだよ。ブンブンブン。私の番ね。落ち着いてやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろ、パジャマ抜け。もう遅いわ、ロミオ。ゲコ、線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。Thank you.
ミオ、ラボは捕まえるって言ったでしょ。僕の大事なラボ、やったやったやった。列車なんていらない、大好きなラボさえいればいいんだ。じゃあ列車を元の場所に戻そう。遊園地のみんなが楽しみにしてるもんね。いいか、次はやっつけてやるぞ、パジャマスク。え、その前にありがとうだろ。別にいいよ、ゲッコ、ビュンビュン列車は取り返せたんだし。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おーい、早く。そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。うわー、やった。ねえ、先に乗っていいよ。本当に、ありがとう。アモヤ、私後でいいから、楽しんできてね。すごいスピードだよ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。やだ、びしょ濡れじゃない。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー結構パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して、次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。マグを倒し街を救った。ちょっと、まだ水が怖いの？うん。でも、人にかけるのは平気だよ。上手にルナボードに乗れるようになったね、ゲッコ。ありがとう。上手になったら大好きになっちゃった。手伝ってくれてありがとう。ルナボードとマグネットは返すよ。ありがとう。そろそろ家に帰るんでしょ。楽しいクリスマスは終わりだね。大丈夫、まだ帰らないよ。もう一つやることがある。と思わない、ルナガール。そうね、これでクリスマスは本当に終わり。今年もプレゼントはなしだった。ううん、あるよ。スケート靴。でも私滑ったことないの。大丈夫、僕もそうだから、きっとすぐできるようになるよ。やってみよう。うわ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 。パジャマスク任務成功。悪を倒しクリスマスを救った。イエーイ。あ、ねえ、何なのこれ。雪だよ、クリスマスの雪だ。さあ、みんな舌を出して。ベーベー。
ザードグリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ、ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな、イエス成功。僕に追いつける。スーパー結構パワー、氷を溶かすから待っててね。よくやった、猫、はい、猫も驚く大活躍だよ。ほんと、話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はローミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞパジャマス、僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな、覚えておけよ。まだ町中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。氷はもうないね、公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。あ、どうしたの、あなたたちも来る。いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 、仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？お家はすぐだよ、蝶々さん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグ、アマヤ、見て、脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオー。ちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよ、キャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい。蝶々と友達になれたね。あ、すごい、蝶々も結構かっこいいかも。そこまでだ、ロベット、おとなしく降参しろ。マスターファンとキックマギーには勝てないんだ。すぐロミオを離せ。嫌だ。もう終わりだ。欲しいなら受け取れ。うわ、フラッシーフラッシュスーパーキャッチ、やった、ナイスキャッチ。アウじゃなくてフラッシーフラッシュ。うん、さようならパジャマザル。わっ、はははは、わわわわわわわ、いたんだ。よろしく、ロベットです。仲良くしましょう。お邪魔すくめ、僕を遠くにほったらかしにしてここまで連れてきてくれてもいいじゃないか。ロミオ、ロボット、大事な友達、また話ができて嬉しいよ。ああ、友達はいいな。感動的な終わり方ですね。私も入れて。いいだろう。でもまず家に帰ってお前のプログラムを直さないとな。
よし、さっさと帰ろう。わかりました。その前に遊び道具を返しましょう。いいだろう。じゃないとパジャマスクどもがうるさいからな。よろしく、ロベットです。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。よくやったね、アマヤ。じゃなくて、フロッシーフラッシュ。アマヤが犬のスロッピーをやらなくてよかった。僕ができるもんね。スロッピーは僕だよ。ワンワンワン。僕が先だ。もっと上手にできるし。ワンワン。僕の方がうまいよ。ワンワンワン。僕だってば。ワンワンワン。スーパーリザードグリップ。ロミオが言った通り、パワーコピー機を奪って壊そう。よし、右アウレット。スーパーキャットスピード。ロミオを取り囲んで。スーパーキャットジャンプ。みんな一緒にアールウィングを使ってロミオのパワーコピー機を吹き飛ばそう。アールウィングウィンド。でもそんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。バイバイロミオ。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。おはよう。あ、コナ、飛び込み戦隊またやる？うん、もちろん。アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっと。お前たちのせいだよ、おじゃマスク。本にさよならを言うんだね。待て。スーパーキャットジャンプ。ありがとう、月光。いいんだよ。本は無事か。でも基地のゲートは大きく開いたまま。残念だったね、おじゃマスク。僕のことを忘れてない？すぐに出して、憎らしいヤモリめ。基地のゲートをしっかり閉めるまでダメだよ。よし、じゃあ出してあげる。ヤモリにこの私が負けるなんて。くしゃみが止まらなくて外に出られなくても、月光はパジャマスクの仲間なの。行くよみんな。次は負けないからね。頭に来るおじゃマスクどもめ。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。グレッグかわいそう。フロッシーフラッシュは取り返せたけど、くしゃみがひどくなっちゃった。しばらく家から出られないよね。一人で退屈してるかな。ねえグレッグ、具合はどう？すごく、くしゅ、元気。家の中にいるのも楽しいよ。かっこいいスーパーヒーローを考えたんだ。見て、アメージングくしゃみキット。スーパーくしゃみの力で後ろ向きに飛べるんだよ。くしゅ。おっと。私の番ね。落ち着いてやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろパジャマ抜け。もう遅いわロミオ。ゲコ、線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。
ミオ、ラボは捕まえるって言ったでしょ。僕の大事なラボ、やったやったやった。列車なんていらない、大好きなラボさえいればいいんだ。じゃあ列車を元の場所に戻そう。遊園地のみんなが楽しみにしてるもんね。いいか、次はやっつけてやるぞ、パジャマスク。え、その前にありがとうだろ。別にいいよ、ゲッコ、ビュンビュン列車は取り返せたんだし。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。おーい、早く。そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。やった。ねえ、先に乗っていいよ。本当にありがとう、アモヤ。私後でいいから、楽しんできてね。すごいスピードだよ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。やだ、びしょ濡れじゃない。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。ゲッコ、タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパーゲッコパワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して、次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。悪を倒し、マジを救った。ちょっと、まだ水が怖いの？うん。でも、人にかけるのは平気だよ。忍者リーノが喜んでるよ。一緒に更新してる。本当だ、ちゃんと指揮できる。1、2、3、4。左見て、右見て、回って、下がる。8の字になって、忍者リーノ、準備はいいか？なんだよ、忍者リーノ。忍者リーノはお前じゃなくて、僕の手下だぞ。一番の指揮者についてきてるだけだよ。ベタベタ手裏剣でパレードの邪魔をしてやる。僕が指揮できないなら、誰にもやらせない。みんな、位置について、並んで。太鼓がなくてもパレードの指揮はできるけど、壊されるのはやっぱり嫌だからね。パジャマスクのせいで全部台無しだ。ごめんね、ナイト忍者。でも君じゃなくて僕たちのパレードだ。みんな明るくて楽しいのが好きなんだよ。だからあなたのことを止めたの。今回はお前たちの勝ちだ。でも次はそう簡単にはいかないからな。うわー、すごい、最高のパレードって感じ。そうかもね、ゲッコ。でも明日のパレードの方がすごいよ。でしょ、キャットボーイ。うん、明日までに車の色を塗り直して、旗もちゃんと飾らなきゃね。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。イエーイ、イエーイ、パレードが来たよ。色がすごく綺麗。1、2、3、4。星のジャンプ跳ねて。いいぞ。1、2、3。
までに立てればこの学校とパジャマスクの基地は永遠に僕のものになる。は？今さら遅いパジャマスク。行くぞ忍者リーノ。これで僕の勝ちだ。ナイト忍者って素早いんだね、キャットボーイ。僕たちの力じゃどう頑張っても勝てないよ。お友達のトカゲくんがいないのが本当に残念だな。強い忍者に頭を下げろ。そうだろう忍者リーノ。どうなってる？旗はどこだ？あ！僕が来て驚いた？ナイト忍者。そんなありえない、捕まえたのに。友達に助けてもらったんだ。それからカムフラージュで屋根に降りてこっそり旗を2本とも取った。トカゲの尻尾にお任せを。じゃあ僕はこれで旗を基地に持って帰って立てるよ。これで勝ちは決まりだ。パジャマスクが勝った。お前たちのせいだぞ忍者リーノ。ナイト忍者の夜の忍者学校には入れてやらない。ダメな生徒め。やったね月光、パジャマスクチームの勝利。悪を倒し学校を救った。どこにもいないみたい。声は聞こえる？ううん、アウルアイとキャットイヤーが使えないとすごく難しいね。スーパー月光センスがなくても僕の勝ちだってはっきり感じる。旗を立てたよ、クレックの勝ちだ。思った通り旗取りゲームが上手だね。うん、さすがグレック、2連勝。うわー、ありがとう。でも君たちの方がすごいよ。世界で一番の友達だ。重すぎるのか。お前たち飛び降りろ、急げ。何を怖がっている、忍者なんだ、飛び降りても平気だろ。さあ行け。大変、飛び降りろって言ってる。助けてあげなきゃ。やった、ほらもう大丈夫。電柱だよ、気をつけて。忍者リーノ、この僕が悪かった。ちょっと意地悪だったかもしれない。もういいだろ、さあおいで。僕も大好きだよ忍者リーノ。ああ、ナイト忍者も案外優しいね。ああ、もう終わりだ、行くぞ。さあ金の戦車を博物館に返そう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ちゃんと遠足ができてよかったね。ほんと、先生にまたリーダーになってって言われたの。来て、私のアマヤティーニー。アマヤティーニー、冗談だってば。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよ月光、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。あ、取れるもんなら取ってみて。返せ、あたしのだよ。返してあげる。まあ、しょうがない。次は負けないからね、お邪魔っす。あ、結構？最後にちょっとだけキャメロンの車に乗らせて。すぐだから、いい？ありがとう。ほんと楽しい。
僕のせいだ。明日までにちゃんと直せばいいよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し魔獣を救った。僕の車。ごめんね、僕のせいで大事な車をなくして。でも見つけたよ。ありがとうグレッグ。僕も昨日怒ってごめんね。ん？クラクションどうしたの？ちょっと違ってる。ほんとごめん、僕がうっかり壊しちゃって。それで新しいのをつけたんだ。いい音、最高だよグレッグ。いくよキャットボーイ。了解。はの花は夜に咲くから嫌いかも。やった！大成功だね。やめろ！憎らしいオジャマスクね、覚えてなさいよ。わあやったね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。やったー、イエーイ、一等賞。また君？でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ！うわぁ！うわぁ！ノロマだな！おじゃマスク！よしやるぞ！街を全部だ！そんな！パーティーだよみんな！うわぁ！ドカンと行くぞ！スーパー結構パワー！何？できたじゃないか月光。いつそこへ行った？ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、月光踊ろうよ。月光ガダダダダ。月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろパジャマスク、次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえグレッグ、どうしたの？ボール持ってきたんだね。あの技見せて。うん、いいよ。でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ。イエーイ。ぐるぐるタスマニー。うそだ、大成功。やったね。
ンス大会を救おう。何？リズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ。踊ってみせて。足をどんどんやって、最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった。面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイ上手に回れるようになったね。道具を学校に持って帰ろう。ルナガールすごく楽しんでるから別に怒らないよね。パジャマスク任務成功。悪を倒しパーティーを救った。すごく上手になったねコナ。ありがとう。うわうわ、やるじゃないかコナ。ちょっと滑っただけだよ。そうだ、今の動きツルツルスピンって呼ぼう。回って転んでまたすぐ回るんだ。君たちも一緒にやってみない？わあ、やろうやろう。いい？うわあ、びっくりするほど強い力だったね。うん、あんな力が出るなんて急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ。僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を岸に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろ。本当の強さは友達を助けるときに生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい、メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ忍者リーノ。メダルは間違いなく結構のものだよ。ありがとう。でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。かっこいい。すごい。すごい。ものすごい力持ちが岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。したよ。車を全部奪うのは無理でもお前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード！君の負けだよルナガール。空き缶で私を倒す気か。お前のおつむも小さくなったようだね。どうやったら大きな鳩を元に戻せるかな。小さいザーはもう二度と使わないよ。基地の中にしまっておく。散らかしたものもちゃんと片付けるね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。
当大変だったよ。でも綺麗になったから安心してパレードに行ける。伏せて。あ、よかった、カメラが出てきた。大事な塔がドシッと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをグッと前に押して。下がれ。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。飛行機を助けなきゃ。月光、月光パワーを頼むね。キャットボーイ、ついてきて。できるだけ近くまで寄って。スーパー月光パワー。了解、アウレット機長。次はやっつけてやるからな、おじゃマスク。見てろよ、すぐに僕を下ろせ、忍者リーノ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。今の、本当最高。まあまあだったよ。私だったら、そうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほら、こうだよ。ブンブンブン。ウレットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい、起きろ、この鉄くずめ。ありがとう、ご主人様、元気が出ました。主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ。どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんと、いい子ね、ロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。おい、こら、離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大好きな本だ。このフロッシーフラッシュの本、そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キッククラッシュ。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？うわー。頑張れ、ロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。ピョンピョングローブに乗った猫とヤモリか、面白そうだな。そうかな、月光の動きを見て。え、待て、そんなこともできるのか。僕のだぞ。うまくいったよ。よし、私の番ね。すぐに返せ。いいわよ、返してあげる。今だ、キャットボーイ。おい、やめろ、離せ。あっち行け、パジャマ抜け。いいよ、アウレット。
やったね、パジャマスク。ほんとすごかったよ。月光は猫のヒゲみたいに立派だ。そんなのないよ。世界を歩いて征服するなんて嫌だ。じゃあピョンピョングローブを使えば。でも気をつけてね、素早いヤモリじゃないと乗りこなせないから。勝手に言ってろ、パジャマスク。もともと僕のものなんだ。こんなの簡単に乗れるに決まって。よし、朝になる前にこの穴を塞ごう。手伝うよ。何したらいい？ありがとう。でも僕のせいでこうなったんだ。僕一人で直すよ。そう、スーパーキャットスピードで。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。本当惜しかったね。もう一度やってみて。うん、今度はグレッグの番だよ。あ、そうだね、ありがとう。しまった。上手にルナボードに乗れるようになったね、月光。ありがとう。上手になったら大好きになっちゃった。手伝ってくれてありがとう。ルナボードとマグネットは返すよ。ありがとう。そろそろ家に帰るんでしょ。楽しいクリスマスは終わりだね。大丈夫、まだ帰らないよ。もう一つやることがある。思わない、ルナガール。そうね、これでクリスマスは本当に終わり。今年もプレゼントはなしだった。ううん、あるよ。スケート靴。でも私滑ったことないの。大丈夫、僕もそうだから。きっとすぐできるようになるよ。やってみよう。パジャマスク任務成功。悪を倒しクリスマスを救った。イエーイ。あ、ねえ、何なのこれ。雪だよ、クリスマスの雪だ。さあみんな舌を出して。べグリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ。ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな。イエス成功。僕に追いつける。スーパー結構パワー。氷を溶かすから待っててね。よくやった、はい、猫。猫も驚く大活躍だよ。本当、話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はロミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞ、パジャマスク。僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな、覚えておけよ。まだ町中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。
氷はもうないね。公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。あ、どうしたの？あなたたちも来る？いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 、仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？お家はすぐだよ、蝶々さん。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。グレッカ、アマヤ、見て、脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオーちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよ、キャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい？蝶々と友達になれたね。あ、すごい、蝶々も結構かっこいいかも。助けて！わ、川に落ちちゃう！は嫌なことしてごめんね。僕もだよ、ごめん。競争に夢中になりすぎて。悪いのはあなたたちじゃなくて私。何でも競争にしちゃってごめんなさい。自分が勝ちたくてやってたの。邪魔だ、どけ、まぬけなおもちゃども。ルナガール、まだやる気ね？もう競争はやめて、みんなで力を合わせよう。ルナガールに勝つの、行くぞ。何をしてたんだっけ。ああ、そうだ、また盗みの競争を始めるよ。こっちだよ、ルナガール。何？やった、返してよね。ホイッスルはもらった。試合終了よ、ルナガール。お邪魔スクはいつも私の邪魔をするんだ。ねえ、取り合いはやめて。みんな勝ちってことでいいでしょ。ルナモード、さあ急いでここから逃げるよ。次は負けないからね、パジャマスク。ルナガールも競争はもういいって思ったのかも。私と同じね。それじゃおもちゃを全部お店に返そう。たくさん運んだ人の勝ち。え、冗談だってば。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。私の声じゃない。僕の声そっくりだよ。うわー、びっくり。
僕は結構の声だ。こりゃ本当面白い。おかしくてたまらないよ。あ、後ろにいるよ。ほら、僕はここだよ。ここだよ。やめてくれ。こっちだよ。ここだってば。ほら、ここよ。どのボタンを押したらいいの？あ、僕の声に戻ったよ。月光じゃない。ちょっと、月光いい声じゃない。私も自分の声だ。僕の声も戻った。やった僕の声の箱をすぐに返せ。あ、声の箱が。大変だ、声を取られる。これでもう人の声は盗めないね。ロミオ、パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。みんなの前で喋るなんて絶対無理だと思ってた。きっとみんなに笑われるって。でもやってみたら簡単だった。頑張ったね、グレッグ。大変、声が。おお、冗談だよ。最高に楽しい忍者のテレビが始まるぞ。すごい技を見せてあげよう。もう終わりだ、ナイト忍者。すぐに剣を返せ。冗談はやめてくれ。僕がこの剣を持っている限り、パジャマスクに勝ち目はないんだ。待て、剣を抜いちゃダメだ、ナイト忍者。マスターファンだけが使える剣だぞ。いや、落ち着け、キャットボーイ。ねえ、忍者リーノ、君たちはあの剣を使わせてもらえないの？そのすごい剣は忍者リーノにはもったいないでしょ、ナイト忍者。違う、そうじゃないよ。僕の方が上手だから使わせないだけだ。待て、やめろ、やめろ。やめるんだ、どけ。返せ、僕の剣だぞ。忍者リーノを取るな。僕が主役だからな。ごちゃごちゃ言うんじゃない。役立たずの忍者リーノめ、頭にきたぞ。みんなよくやったね。パジャマスク任務成功。ハッカしないで街を救った。マスターファンの番組またやってるかな。待たせたな、良い子のみんな。剣を取り返してくれた者に礼を言おう。やった、僕たちのことだよ。はいや。おわ、まだ修行が足りないみたいだね。でも怒らないで。そう、自分で転んだんだからしょうがないでしょね。わかってる、うまくできるまで練習するよ。はいや。はあ、さあ、ろうそくを吹き消すぞ。あ、なんだこの音は。いいかい、最初に乗った人の勝ち。やった。パジャマンとヒヒは何をやってる。待て、あれもパーティーのゲームなのか。ねえ、もう一回やろうよ。一番先に乗ったぞ。僕の勝ちだ。何？しまった。ありがとう、キャットボーイ。黙れ、忍者リノ。笑い事じゃないぞ。行け。覚えておけよ、パジャマスク。オートクリーン。自動で綺麗になるからケーキが爆発しても平気だったんだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ものすごく楽しいパーティーだね、グレッグ。ありがとう。え、マスターファンの風船。グレッグはトカゲの方が好きなんだろ。そうだよ、これはコナーにプレゼント。わあ、ありがとう、グレッグ。僕の誕生日まで取っとくよ。マスターファンのパーティーをするんだ。言ったっけ、マスターファンの飾りに、マスターファンのケーキ、マスターファンのゲーム、あとマスターファンの音楽、あと。
簡単には見つからないよ。さあ、イビキサウルスをベッドまで連れて行こう。パジャマスク、任務成功。あ、ごめんね。もう遊んだりしないよ。悪を倒し、街を救った。ねえ、キャメロン、何してるの？ああ、別に。これ結構難しいんだね。まあね、やり方教えてあげる。見て見て、歩いてるよ。どう？クッキーの匂いを嗅いでるよ。やめてくれ、なんとかしろロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだ、ロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット、第4弾に行こう。スーパー結構パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの？気をつけなさい。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよ、ロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろロミオ、もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに離せ。じゃあそうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう？なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜け立ち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。どう？一つずつ作っていったら太陽系の模型が出来上がったよ。みんな見て。うわ、光がすごく綺麗。宇宙の神秘だね。その間に逃げさせてもらうぞ。こっちだ。違う、こっち。ああ、どうして言う通りに動かないんだよ。ラボをちゃんと運転できないんだ。うわ、でも僕たちも人のこと言えないか。ああそうだ、失敗しないように頑張ったら余計に失敗したよね。キャットカーをぶつけたり。そうだね。だからヨロヨロするのを利用して攻撃する。ヘニャヘニャ指に、フラフラ足に、グラグラ歩き。そうか、ヨロヨロパワーだね。かっこいい。うお、ロミオのラボはフラフラ走ってるから、うまくタイミングを合わせなきゃね。ほら来るよ。いい？よし、今だ。スーパー結構ヘニャヘニャ指。グラグラ歩き、キャット回転。フラフラ足パワー。スーパーヘニャヘニャ指。あれ、まっすぐ歩けるようになったぞ。あー、いつもパジャマスクのせいで台無しだ。
パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。理科の展覧会楽しみだね。怪しい科学者の実験とかなさそうだし。アマヤ、コナー、先生がね、火山をあっちに動かしてって。僕に任せて。もうヨロヨロフラフラしてないから一人で運べるよ。うん、うん。おっ、やっぱり一人じゃ厳しいかもね。そこまでだ、ロベット。おとなしく降参しろ。マスターファンとキックマギーには勝てないんだ。すぐロミオを離せ。嫌だ。もう終わりだ。欲しいなら受け取れ。うわ、フラッシーフラッシュスーパーキャッチ、やった。ナイスキャッチ。アウじゃなくてフラッシーフラッシュ。うん、さようならパジャマザル。わっ、はははは、わわわわわわわ、いた、いたんだ。よろしく、ロベットです。仲良くしましょう。お邪魔スクメ、僕を遠くにほったらかしにしてここまで連れてきてくれてもいいじゃないか。ロミオ、ロボット、大事な友達、また話ができて嬉しいよ。ああ、友達はいいな。感動的な終わり方ですね。私も入れて。いいだろう。でもまず家に帰ってお前のプログラムを直さないとな。よし、さっさと帰ろう。わかりました。その前に遊び道具を返しましょう。いいだろう。じゃないとパジャマスクどもがうるさいからな。よろしく、ロベットです。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。うん、これで遊び場を元通り。よくやったね、アマヤ。じゃなくてフラッシーフラッシュ。アマヤが犬のスロッピーをやらなくてよかった。僕ができるもんね。スロッピーは僕だよ。ワンワンワン、僕が先だ。もっと上手にできるし。ワンワン、僕の方がうまいよ。ワンワンワン、僕だってば。うわ、スーパーリザードグリップ。ロミオが言った通り、パワーコピー機を奪って壊そう。よし、右アウレット。スーパーキャットスピード。ロミオを取り囲んで、スーパーキャットジャンプ。みんな一緒にアールウィングを使ってロミオのパワーコピー機を吹き飛ばそう。アールウィング、みんな聞いてるよ。もっと強く。スーパーキャットスピード、ゴー。スーパーリザードグリップ。でもそんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。バイバイロミオ。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おはよう。あー、コナ、飛び込み戦隊またやる？うん、もちろん。アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっと。お前たちのせいだよ、おじゃマスク。本にさよならを言うんだね。待て、スーパーキャットジャンプ。ありがとう、月光。いいんだよ。本は無事か。でも基地のゲートは大きく開いたまま。残念だったね、おじゃマスク。僕のことを忘れてない。すぐに出して、憎らしいヤモリめ。基地のゲートをしっかり閉めるまでダメだよ。
よし、じゃあ出してあげる。やったー。ああ、くしゃみばかりするヤモリにこの私が負けるなんて。くしゃみが止まらなくて外に出られなくても、月光はパジャマスクの仲間なの。行くよみんな、次は負けないからね。頭に来るおじゃマスクどもめ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグかわいそう、フロッシーフラッシュは取り返せたけど、くしゃみがひどくなっちゃった。しばらく家から出られないよね。一人で退屈してるかな。ねえグレッグ、具合はどう？すごく、え、くしゅー、元気。家の中にいるのも楽しいよ。かっこいいスーパーヒーローを考えたんだ。見て、アメージングくしゃみキット。スーパーくしゃみの力で後ろ向きに飛べるんだよ。え、くしゅー。おっと。パジャマスクどもがお前たちの後ろの林にいる。キャットボーイを下ろして捕まえろ。待って、ブリキ缶、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい。あー、見て、あー、見て、うー、残りが来るよ。みんな位置について。こっちだよロボット。おじゃマスク殿は何をする気なんだ。ロボット水嫌い。残り1体だ、スーパーキャットスピード。猫を捕まえろロボット。よせよせ、うわ、重い、どけ。やったね、月光パワーでマシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって月光スーパー月光パワー。やったやった、覚えておけよおじゃマスク。ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ。バスケットボールはどう。サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー、二人がやりたいのでいいよ。あー、いいだろう。それじゃあ取ってこい。強くなったんだから簡単に奪えるだろう。強いのは分かってる。でもバラバラだったら勝てる。数が少なければお前たちはずっと弱くなるんだ。なに？さあ次行くよ月光。残りあとちょっとだね、スーパーアールウィング。待って、僕はパジャマスクじゃなく忍者リーナと修行する予定だったんだ。わかった、じゃあやらせてあげる。出てきて忍者リーナ、やっとナイト忍者と戦えるよ。あー、そんないっぺんに来るな。盗まれたものを取り返そう。運動をやめたら忍者リンドはまたすぐ弱くなるよ。ナイト忍者と戦って力を使い果たしそう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。イエーイわーい。さあいっぱい運動しよう。一生懸命体を鍛えてもっと強くなるんだ。
そんな強くならなくてもいいよ。友達がついてるでしょ。さすがロミオ、大きな恐竜の模型を盗み出して空を飛ぶなんて誰にもできないだろう。盗んじゃダメだよロミオ、すぐに取り返そう。返さないよ。この恐竜でまず町の奴らを驚かす。それから他の恐竜を全部盗んで世界中に攻めていくんだ。そして世界を征服する。そんなことはさせないぞ。そうかい、こいつに勝てるか。うわっほー、子猫ちゃんを怖がらせちゃったみたいだね。行くぞ、飛べ飛べ飛べ。ああ、あの猫も脅かしてやろう。間抜けなパジャマスクがまた来るかもしれない。いい練習台だ。ほら猫ちゃん猫ちゃん。邪魔だ、どけ、前が見えない。だから猫は嫌いなんだ。猫め。ロミオがロボット恐竜を直す前にやっつけよう。みんなで飛びかかるぞ。その前に博物館で私を脅かしたこと謝ってよね。ごめんって言ったじゃないか、ただの冗談なんだし。いいわ、私一人でロミオを捕まえに行く。ああもう、アウレット。飛び立つ前に飛びかかろう。いい、3、2、1。ダメ、待って、スーパーキャットジャン。いやー、覚悟はいい？ラミオ！ハッハー！アウルアイ！何やってるんだ？誰かにくすぐられた！全部元の大きさに戻そう。それじゃあ最後にミニマシンをうんと小さくして消しちゃおう。やったー、パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。本当に線のところより大きくなってる。じゃあ大きい子の遊びができるね。うん、でも3人で一緒にできるようになってからにするよ。今日はぐるぐる回るのに乗ろう。小さいうちに楽しまなきゃ。イエーイ。やだ、なんで進まなくなったの。ルナガールのルナマグネットの力がすごく強くて。そうだ、チームで力を合わせるのよ。月光は月光パワーを使って、キャットボーイはスーパースピード、私はアウルウィングで風を起こす。よし、よくやったね、パシャマスク。この役立たず。さあ、ボールでムーンボールを割ろう。スーパー月光パワー。勢いをつけてボールを転がしてね、みんな。よし。何をやってるの。やめてやめてやめて。イエーイ。
そこら中に散らばっちゃった。全部集めて元々あったところに返そう。ムーンボールも壊してひどいじゃない。はい、僕たちのボール使っていいよ。はあ、こんな小さなボールでどうしろっていうのよ。うん、うん、あら、なかなか面白いじゃない。マグネットは置いといてあげる。うん、さあみんな、おもちゃを返しに行こう。パジャマスク、小さな声で悪を倒し、街を救った。グリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ、ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな、威厳対抗。僕に追いつける。スーパー結構パワー。氷を溶かすから待っててね。よくやったネコ。猫も驚く大活躍だよ。ほんと、話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はロミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞパジャマスク。僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな、覚えておけよ。まだ町中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。氷はもうないね。公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。あ、どうしたの。あなたたちも来る。いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 、仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる。あお家はすぐだよ、チョウチョさん。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。グレッグ、アマヤ、見て。脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオーちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよ、キャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい。蝶々と友達になれたね。あ、すごい、チョウチョも結構かっこいいかも。待て、ロボット、ダメだ、止まれ。
シーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろこの鉄くずめ。ありがとうご主人様、元気が出ました。主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ。どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんと、いい子ねロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。うわー、おいコラ離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大好きな本だ。このフロッシーフラッシュの本、そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キッククラッシュ。行って。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？うわ頑張れロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。やった、本が元通りだ。これで好きなのを読めるね。見て、フロッシーフラッシュの本だよ。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。